はい、どうも、イズログです。で、今日は、まあ、こんな結構重装備してるんだけど、ちょっと、マジで、蜂の巣を退治しようかなという感じですね。その前に、ちょっとね、蜂の巣を覗き込んでやろうかなっていう感じです。覗けるのかな？でもまあ、蜂は今、夜になって、巣には戻ったんだけど、光があると、その光めがけて飛んでくるんで、ちょっと危ないっちゃ危ない。これがあるとね。なんだ、一瞬びっくりした。カメムシか。ハエか。なんかね、羽の音ってなんか今敏感なんよね。蜂嫌いだからさ。で、まあ一応グッズとして。はい。で、入れてて。これがですね、事務所丸ごとバルさん。まあ一応逆だけどね。で、あとはこれワンプッシュ式のキータイプのバルさんなんだけど、多分この事務所用のバルさんが多分でかくて通風口入らないよね。なんでちょっとこっちプッシュ式のちっちゃいやつね。これからこれでちょっと様子を見てみます。で、ちょっと自撮り棒にて、蜂の巣の状態ですね。あれ、アシナガバチなのか、ちょっとよくわかんない。ここでちょっと覗き込んでみようかなと思います。で、本当は赤いセロハンでやった方がいいんだけど、なんか警戒されるらしいのね。でもそれがないんで、これでいきます。はい、まあ、見えないんで とりあえずプッシュしてみます はい。で、あとはプッシュしたら、このゴザでそのバルさんの殺虫剤が逃げないようにちょっとカバーをしようかなと思います。はい、じゃあやっていきますか。まあ一応これですね。まあこれあと、このひよこちゃんのここに、まあこれ前の家主がね、置いてったものなんだよね。祝結婚を祝ってなんか置いてったものっぽいんだけど、まあちょっとこれ使うわ。で、あとはこの素敵なステッキで、ここプッシュして、まあ床下の生態系ごとちょっと、ハツちゃんにはちょっとご退場願おうかなっていう感じです。
ちょっとなんか、理想はね、通風口のコンクリのとこに置くことなんだけど、ちょっとラチが開かないんで手で置きます。あ、なんか怖い。はい、ですね、ちょっとこの剪定バサミで邪魔な枝を切りました。この剪定バサミで、ちょっとね、あの羽の音が聞こえたからちょっとビビってますね今。さて、でもまあこれちょっと駆除をしないと、でまだね、あとでっかい蜂、多分ね、オオスズメバチなのか、それとも最悪ない、なんだろうな、ツメアカスズメバチっていう、なんか外来種、最強にして最悪の。なんかあれが屋根の裏にあるっぽいから、どうしようかなっていう感じ。細かい枝があるな。ちょっと作戦変更します。はい、ちょっと作戦変えて、ちょっと分かりづらいけど、まあガムテープでぶら下げて、まあちょっとあの木の枝の上に乗っけて、あの角度をつけてみました。
まあ、あとはここをポチッと押せば、まあ一応あの下の床下の通風口の中に、まあ、薬殺虫剤は入るという感じですね。はあ、いやでも多分あそこの草を刈らちょっと今手袋をはめるんだけど草刈らないと無理だね。はい。してはい。はい、ござ。ござを準備して。あ、いいか。準備しなくていいか。あぶね。行くぞ。行くぞ。行ったぞ。まあ明日の朝どうなっているかだよね。もしかしたら斜めにしたらあれ出ないのかな。ちょっと失敗した感がある。なんか最初プシューって出続けるんだけど、なんかすぐ止まっちゃった。どうなんだろう。まあこれの結果はまあ明日おいおいやっていきます。というかで8駆除です。とりあえず8駆除ジャブですね。今日は終わりです。